今日は餃子を食べに横堀餃子行ってきました。あいにく風が強かったですが、開店早々に伺いました。店内はこんな感じです。明るくて非常に綺麗ですね。いろいろなメニューもあります。席はですね、テーブル席とカウンター席がありました。雰囲気がとてもいいですね。開店直後なので空いてましたね。撮影許可もいただきます。店員さんおすすめのですね、焼き餃子ミックスランチをいただきました。はい、これが焼き餃子ミックスランチです。餃子10個に、味噌汁とライス、お漬物とかがセットになってますね。テイクアウトメニューも豊富です。焼き餃子はもちろんなんですが、小籠包とか水餃子も出来上がってきます。ではいただきます。ではまずは普通の、スタンダードの横堀餃子からいただきます。タレをつけていきます。いただきます。あ、こんな感じです。中身はね、癖もなくてあっさりしていて食べやすいです。ご飯が進みますね。ちなみにライスは大盛り無料みたいです。お漬物とかですねついてますので、お口もさっぱりしさせて、食が進みます。こんな感じでいろいろついてますね。花かな、美味しかったですね。ご飯も進みます。では今度はエビをいただきます。ちょっと見た目では分かんないですが、ちょっと焼き目がこんな感じです。タレにつけて、でワンバンして、こんな感じですね。エビなのでプリッとした食感が美味しいですね。ご飯が進みますね。スープもいいですけど、やっぱり味噌汁がいいですね。味噌汁ありがたいです。どんどん食べていきます。餃子はいいですね。食が進みますよね。美味しいです。さあ、それでは食べる方に集中していきます。さあ、それでは餃子も最後の一つになりましたので、これでラスト餃子いただきます。はい、完食しました。ノンアルビールです。完食です。満足しました。ごちそうさまでした。皆さんもぜひ一度横堀餃子さんへ餃子を食べに行ってください。ご視聴ありがとうございました。さようなら。